これまでのあらすじ。ミカミックスとカミはデルカダール城下町の仮装にレッドオーブを取りに来たが、隠し場所からは消えていた。かつての射程デクを怪しむカミとともに、下宿のカミからデクの店の情報を聞いたミカミックスはデルカダール城下町の上層へと向かう。2人はデクを見つけ、カミはオーブの件で怒るが、デクは2人を歓迎する。話によると、デクがレッドオーブを持ち出したのは、デルカダール王国に返却することで、王の態度を軟化させ、カミを処刑から守るためだったとのこと。かつての射程の気遣いに感謝するカミュ。デクから、今は医師の村の先にあるデルカダール神殿にレッドオーブが移されていると聞き、2人はナプガーナ密林を抜けて、当初の目的である医師の村へ向かうのだった。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンクエスト11、続きをやっていきたいと思います。じゃあ、ナプガーナ密林だっけ、ちょっと地図で見ましょう。左下の方ですね、ナプガーナ密林へ向かっていきたいと思います。左上結構広いね。まあいいか。で、道中のね、敵はね、なるべく倒していきたいっす。自分は結構ね、その安定派なんで、先へ進むのにもね、割とレベルを上げて武器とか防具も揃えてから行きたいっていう人なんで、なんていうの、そのゴリ押ししてもなんとかなるくらい、そういうところに到達して先へ進みたい。一発で倒せないか、リリパッド。仲間呼ぶんだよね。でも仲間呼んだら呼んだら結構経験値と金稼ぎにはなるから、美味しいは美味しい。一発で倒せればね、かなり効率はいいんだろうけど。いい、いいまで来ると多分経験値50くらい。1対10。あと昔のドラクエシステムだと仲間が少ないと経験値が多くなるじゃないですか。まあ、多くなるっていうか、例えばリリパッドが経験値40持ってたとしたら、1人で戦えばそのまま40手に入る。でも4人で戦うと、その4等分されて経験値が10になるっていう。まあ、どっちのシステムなんだろうね。まだそもそも仲間が2人しかいない。てか外せるこれ仲間。あ、でもあれだよね、入れ替えがあるね。自分だけとかできるのこれ。え、どうなった今。なんかわかんねえ。ちょっともう一回見てみよう。1、2。ああ、でもなんか最低人数は入れなきゃダメなのかな。こいつで試してみよう。いる。あとなんかそのパッケージ見る限りは仲間の人数はそこそこいそうなんで、なんか馬車的なものが入るかどうか。げっ、カミューの方が早い。スキルポイント3か。そろそろ振っていきたいよね。なんか10ポイントいったらちょっと振り分けてみますか。あとこういうポイントもね、割と取っておくタイプなんですよね。取ったらすぐ使うっていう方じゃなくて、だからアイテムとかも結局ラストエリクサーみたいに最後まで使わず終わってしまうっていう。俺たちの勝ちだ。そろそろ俺も上がるかな。上がった、うん、レベル7。でね、多分寄り道とかすればアイテムとか落ちてそうだけど、マップが結構広めだからね、それだけで時間がかかっちゃう。あと1回の戦闘でどれくらいモンスターが出てくるか。今のところリリパッド3体とかじゃないですか。切って6体とか7体とか普通に出てくるんだったら、ちょっとブーメランもありだよね。ただ魔法系の仲間が入るとイオとかね、使えばそれで済むんで。おお、突然ゾーンになるな。いかんせん金がない。金が、リリパッドを叩くと、おお、ゾーンになった。いや、でもこれは普通に行こう。その技使うんじゃなくて、
発で倒せない。防御力も上がってるし早い、うん、いいね、テンポもいいね。布の服いらない。あ、ベビーパンサーがいる。あそこにアイテム落っこってんな。やるぞ、それ戦闘2回分くらいはゾーン持つかな。終わったね。結構宝箱落とす確率高くない？ドラクエってさ、そんなに宝箱落ちるイメージがないんで。え、なんかモモンジャ、ただベビーパンサーが小さいだけか。モモンジャでかって思ったけど、かわいそうに一発で死んでった。終わったね。あれ、これはあれだ、名前忘れた。切り株お化け的なやつ。切り株お化けそのままだ。あ、まだゾーン続いてるわ。アタック好き、フィールド攻撃30回、30回とか普通にやってれば手に入るでしょう。あ、これは切り株なのかモンスターなのかちょっと分かりづらいね。あ、神のゾーンが切れてる。神はどういう立ち位置なんだろうね。盗賊系だからアタッカーって感じじゃないよな。戦士っていう立ち位置ではなさそうだから、武器的にもすごく自分がちょっとアタッカーになんなきゃいけないけど、基本的に勇者ってこう万能型じゃないですか。まあ攻撃も結構強いし、魔法も使えるしみたいな。ベビーパンサー1体か、強い、攻撃力は強い。確かに終わったね。てか川の鎧とか、なんかこと戦闘勝利回数50回、川の鎧やっぱ買ってった方が良かったかな。本当は川の鎧を揃えてから先へ進みたかったけど、もういいや。ナプガーナ密林、あれ、なんか前方に商人らしき人がいる。なんか売ってくれるかな。私は旅の商人だみたいな。各地を回って商売しております。そのまんまだな、旅の行商人。あ、ブーメラン、攻撃力自体は上がるね。420円、全然手が出ねえわ。そして川の鎧がない。あ、あった、こっちか。買おっかな。だいぶ上がるよね。神がだいぶ上がるな。捨ててこパンツが32、革の鎧が33か。だったら捨ててこパンツ飛ばすよな。神にちょっと革の鎧装備させようかな。旅人の服は両方変わんないんだ、まあ、俺盾装備してるからね。キメラの翼は1個持ってるか。漬物石って、こういうの売ってんだ普通に。素材的なやつ、清めの水も持ってる。漬物石は持ってないけど買えない。漬物石すら買えない。なんか常に金欠になりそうだな。広場へ出てきた。一応左に敵が見えるんでぶっ倒していこう。キラーパンサーじゃなくてベビーパンサー2体。じゃれている。なんかこういう可愛い魔物を倒すのは心が痛むけど、俺たちの勝ちだ。こいつなんだ、なんだっけ、あのぴょんぴょん飛び跳ねるやつ、びっくりさせた。あ、川の盾は持ってるね、ちゃんと。ここの広場になんかアイテムがないか、さっき見えた。よし、いや、アイテムじゃなくて敵がね。びっくりサタン、一気に行くぞ。もう再びゾーン一発、ゾーンに入れば一発で倒せる。ここら辺の敵は、これはなんか神殿の跡みたいな感じだけど、なんか怒ってないかな、特になしか。これはこの上を、あ、ジャンプするのね。
ジャンプしないといけないのか。勝手には登ってくれない。あ、お化けキノコもいる。何、ビッグウーマン倒せねえ。メラってちなみにどんくらいダメージ当たるんだ。攻撃より強いのかどうか。よし、神レベル8。ちょっとスキルポイント使っていきますか、せっかくだから。神を見てないな、そういえば。なんだろう、片手、あ、こいつ片手剣装備できんの。探検、多くの技を覚え、熟練すれば二刀流も可能に。え、じゃあなんか探検二刀流にしたいな、かっこいい。ブーメランどうしよっかな、ブーメラン捨てよっかな。片手全く同じものを装備できるかどうかだよね、ミカミックスと同じものが。なんかミカミックスしか装備できない片手剣とか出てきそうだからな。神業てかスキルの数4つか。あ、でもなんか増えそうな気はすんな。ちょっと探検見よう。攻撃プラス5、スライムブロー全体攻撃。あ、これ技、あ、これブーメランじゃん、よく見れば。探検スキルちょっと上げよう、3ポイント。よし、基本攻撃力が増えました。会心プラス 2% か。スリープダガー、あ、連携あり。うん、こっちに行くかこっちに行くかも。あ、二刀流の心得ここにあるじゃん。じゃあこうやって進んでいく。スリープダガー覚えよう。6ポイント使うからこれでもう終わりだな。で、隣のパネルが開いて、ヒュプノスハント9、眠りや混乱の敵に通常の6倍のダメージ。強いね。まあ条件はついてるけど。え、あ、これ周りを固めなきゃいけないってことか。そういうのもあるんだね、秘密のパネル。ちょっと神は二刀流を目指して、神業もちょっと見とけばよかったな。しまった、盗む。役立ちそう。まあいいや、とりあえず当面神は二刀流。っていうかさ、基本的にさ、なんか女の子キャラ入ってきたら女の子キャラ入れたいんだよね。そしたら神の出番はなくなるな。あ、攻撃力上がってる気がする。まあゾーン状態とはいえ、序盤の子はでかいよねやっぱり。終わったな。こっちなんだっけ、名前見てなかったけど、ブチュリンパ的なやつ、リップスか。え、勝手に使うの、ちょっと待って、ガンガン行こうぜになってるからか。なるべくマジックパワーは温存しておきたいんだけどな。よし、呪文覚えた。ギラ、おー、いいね。で、振り分けよう。ここはこれなんか2ついいよね、剣人も勇者も常時攻撃力が。だ、両手剣は捨てよう。まず片手剣スキル、あれ、攻撃力プラスとかがあったらよかったけど、ちょっと待って、攻撃力プラスが最初欲しいな。え、無理じゃん、これ上の方なんだ。勇者ゾーンに入りやすくなる。え、じゃあちょっと片手でいいや。火炎切り覚えよう。で、次攻撃力上がるやつプラス3。こっちは会心か。じゃあ攻撃力だな。で、こっちはドラゴン切りね。なるほど、メタル切り覚えたい。ソードガード、武器ガード率。え、武器でもガードすんの。こっちは、あ、攻撃力プラス10。あれ、こっちなんだっけ。あ、剣心か。で、こっちが両手剣スキル。両手剣はいいや。勇者も少しな、進めていきたい。デインとか覚えたいんだよね。8ポイントも使うじゃん、無理だ。とりあえずこんなもん。デインはありだな、勇者らしくね。スリープダガー、ちょっと作戦変えよう。おととい来やがれ。こんなやつにスリープダガー使う必要ないでしょ。どっけしそう。あれ、こいつ、あ、このね、消えるやつ、はい、何なんだろう。誰も何にも気にしないけど、
ちょっとこっち行ってみよう。なんかどちら、宝箱の方はなるべく行きたいんだよね。こいつ本当なんだろう。ちょっと作戦、神、あ、バッチリ頑張れか、ガンガン行こうぜではないんだ、うん、マジックパワー使うなでいいや、今は普通に攻撃してくれればそれで OK。 強い、リップス。あれ、牛がいる、これ敵ではない。この辺りの天気はどうなるか教えるもん。明日の朝から雨が降る、足元に注意。なんとも不思議な牛だ。そもそも喋る牛なんてどうなの、この世界的にどうなの、牛は喋るもんなの。まあ、モンスターがいるからね。崖沿いの道、え、なんかいつかあそこ通じそうだな。ここ宝箱がある、回収しとくか。空っぽ、マジか、橋が崩れてるね。やっぱりこの橋はいつか開通するんだろうな。あれ、木こりの小屋とかある。あ、結構地図見れるじゃん、でかく。行ってないところも全然見れるね。ダンジョン的な扱いではないんだ多分ここ。普通のフィールドなんだな。じゃあ、ちょっとこっちの方先に見ていきます。右側ね、地図でいうこの謎のやつ、謎のやつがどこにいたか覚えとかないとね。ベビーパンサー、あ、マタンゴはいっぱいいる。あ、自分ちょっと別のやつ攻撃すればよかった。攻撃力高くなってるから多分一発で倒せるはず。ちょっとこっちの方、ああ、アイテム落っこってんじゃん、小さな男。マタンゴ、おまけキノコだった。あ、ゾーンに入った、ゾーンに入れば一発。いなくなった。剣が触れなかったんだけど。効果が切れた。なんだ、剣が触れないんだけど。ここ、あ、触れた。判定が狭い。俺たちの勝ちだ。で、ちょっとこの中っていうか先か。洞窟になってんのかと思った。これ上まで行って何もなかったらさ、マジひどいよね。一応キラキラ光るものはあるけど。お、なんかしかもびっくりマークついてる。え、目覚めの花、毒消し草、コットン草。おお、すげえ。だけか、下には降りられないからね、マップ的に。あ、宝箱がある、よかった、見逃さなくて。小さなメダル、やっぱりあるか、小さなメダルシステム。あとはその小さなメダルが集めた全部の枚数なのか、消費してアイテムと交換していくのか、まあ、どっちシステムかだね。はい、やるぞ。あ、ギラ使ってないな、そういえば。ちょっと今敵が1体になっちゃったから。
終わったな。複数体出てきたときはギラ使ってみますか、せっかくだから。じゃあここら辺の探索はまあこんなもんでいいでしょう。下の木こりの小屋を目指していきます。リップスはぶっ倒す。おととい来やがれ。さて背後からぶった切る。強い。まあここもいわゆるあれだよね、キャンプ場。うん、げえ、サイクロプスがいるんだけど、これ下降りれんの？下の敵強そうだな。まあ、確かにランダムエンカウント方式じゃないから、強い敵を配置してても戦わないっていう選択肢はあるからね。ちょうどいい。石の村があるあたりはまだまだ先だからな。今日はここで休んでいこうぜ。あ、勝手に休むんだ。それにしてもデクの野郎が一丁前に店なんぞ開いてるとはな。しかも町の一等地に嫁さん付きだぜ。じゃないでしょう。あれで俺と盗賊やってたなんてな。お宝求めて世界中駆け回ってたのが。世界中駆け回ってた割には強くないよね。なんかもっとレベル高くても良さそうなのに。お、そういやデクとの旅の途中で見つけたあのお宝、今こそ役立ちそうだな。なあ、お前にいいものをやるよ。今までいろんなお宝を手に入れてきた俺とデク、とっておきの一品だ。その名も不思議な鍛冶台。こいつの上に素材を乗せて不思議なハンマーでトンカン叩けば、なんとびっくり、金属の剣はもちろんのこと、木のブーメランになんと布の服まで、材質を問わずあらゆる装備が作れちまうんだ。すげえでかっ。さっき小さって思ったけど、こうやって見るとでかい。励むのは柄じゃなくてな、あまり使ってなかったんだが、お前なら使いこなせる気がするんだ。ちなみに不思議な鍛冶をするには作りたい装備の素材と専用のレシピブックが必要なんだ。そうだな、まずはこのレシピブックをお前にやるから、俺の話が終わったら早速作ってみな。レシピブック不思議な鍛冶入門。聖堂の剣、聖なるナイフ。レシピブックは町にある本棚や宝箱の中、他にも世界中のいろんな場所で手に入るから、あちこち探し回ってみろ。探すのは確かに楽しそうだけど、いかんせん時間がかかるんだよね。さっき渡したレシピの素材をお前にやる。試しに武器を作ってみようと。不思議な鍛冶、手に入れたレシピをもとに素材から新しい装備品を作り出すことができます。レシピは宝箱や本棚、素材は採掘ポイントから手に入ります。まあ、そもそもあれだよね、レシピがないとダメっていうやつだよね。新しく覚えた装備を作る。聖堂の剣、漬物石が必要じゃん。あれなんで1個持ってんの俺。まあいいや。あ、もらったからか。そりゃんの不思議な鍛冶の基本。不思議な鍛冶は叩くで装備の地銀を鍛え、仕上げるで完成させるのが基本の流れ。地銀を叩くとこれなんていうの、地金っていうの。青いゲージが伸びていきます。緑色の成功ゾーンで止めるといい結果が期待できるように狙ってみましょう。その他は旅の心得で確認してください。ちょっと待って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 、叩くは？あ、もう一回。おお、ちょっと待って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 、どうやって下にやるの。温度900度ってめちゃくちゃ高い。1マス叩く。レベルアップで覚えた特技を使う。集中力とか必要なんだ。仕上げる。ちょっと下叩きたいんだけど、それどうすればいいの。だってもう一回叩いちゃったら多分一番上があれだよね。ああ、叩いちゃったよひどい。あ、これで選べるじゃん。なんだよ、回収の手応え。
完璧だな。叩くでこれで選ぶのか。なるほどね。これもうちょっと普通でしか叩けないからしょぼくなってしまった。一番上が、あでも緑のゾーンに入ってねえな。入ってたか。成功、あ多分大成功とかあるんだろうな。聖堂の剣、打ち直しの宝珠、成功すると打ち直しの宝珠が手に入ります。必要な数の打ち直しの宝珠があれば打ち直して持っている装備品の出来の良さをアップさせる舵に挑戦できる。失敗しても装備品はなくならない。いいね。成功すると元の装備品よりもプラスの数がアップします。ちょっともう一個、聖なるナイフは、聖なるナイフもじゃあ作ってみよう。せっかくだ。叩く、ここ。あ、必要集中力55分の5って書いてあるじゃん。ちょっともう一回。もう一回叩こう。あんまり買わなかったね。下。だってさ、あ、温度によって変わってくんのか。伸びが。650度。下がってってんな、温度が。え、でももう一回叩いていいのかな。いっか、仕上げよう。微調整が今のところできないからね。聖なるナイフプラス1。うん、あとは何もできないからいいや。うまくできたか。なんか俺的にはもうちょっとうまくやりたかったけどね。いいえ、まあ最初は何だってそうだ不思議な鍛冶をやりたければキャンプに行くか、大事なものにある不思議な鍛冶セット。いろんなことあった。まあいい、そうか、朝から考えればいろんなことあったね。ゆっくりしていったらすっかり日が昇ってしまった。さあ医師の村を目指して進もう。なんか前方にいるけど、あれ敵？ちょっとセーブしてきます。じゃあ行きましょう。さっきの聖堂のやつって装備してんの？いや装備してないじゃん。聖堂の剣、あ攻撃力上がるね。でブロンズナイフから聖なるナイフプラ1。ゾンビ系に強い。よし、金は400円くらい。こっちの方向に、あれ何のマークだっけこれ。犬何？何してるのちょっと分かんない。あもう一回動ける。あ何もないじゃん。なんかイベントが発生するのかと思ったらそういうわけではない。なんだ花。不思議な形をした根にミカミックスの手のあんざが反応している。手をかざしてみますか。はい。てか犬ついてきてんじゃん。てかなんで、何この犬。コンカココン、木を切るべ。オーラは木氷、森の恋人。はあ、よっちゃれよっちゃれよ。なに？昨日直したばかりの橋が真っ二つ。また一からやり直しだ。誰だべや、こんなひどいことするやつは。じゃじゃーん、それはこの俺、いたずらデビル。せっかく壊した橋を直されてたまるか。これでも食らえ、いたずら変身ビーム。もうそれよえ。それで犬になったのこいつ。ケケケケケ、いたずら大成功。
氷を犬にしてやったぞ。おいらやっぱり天才かもね。さてと、次はどんないたずらをしようかな。うってててて。このビーム強くね。誰にでも効くのかな。あ、宝箱、こいつがパクってったのか。そういや、あれ空っぽ。この宝箱は空っぽだったな。しめしめ。それじゃあお次はこの宝箱の中に隠れて。え、これって昨日の話なの？だって昨日空っぽだったよこれ。今の光景は一体なんだ？お前この光る根っこに何かしたのか？あ、こいつも見てたんだ。おっさん。マジか。このワンコロが木こりのおっさんだってのか？やれやれ。牢を出てからおかしなことばかり起き上がる。勇者様との旅は退屈そうにねえぜ。まあどのみち橋が直らなきゃ俺たちはこの森から出られないか。さっきの光景が本当ならこのワンコロが橋を直せる木こりなのかもしれねえ。魔物の入った宝箱を探して確かめてみないか。まずは来た道を戻って怪しいところを調べてみようぜ。てかあの魔物ずっと宝箱に入ってんの？暇だな。え、ちょっと待って、手をかざしたらもう一回めんどくさいことになりそうだ。やめとこう。じゃあここはやっぱり必須のイベントだったんだね。ん？そうするとそもそも下には行けないってことか。道が通じてないじゃん、よく見れば。まずは左の方に行って、てかびっくりマークだったのかあれ。次の目的地だね。てか木こりのところを少し探索しよう。アサル漬物石もらってくぜ。清めの水どうのこう、好きやったぜ。いっぱい素材がある。ワンコロごときに口出しはさせんよ。まあこれからお前を助けてやるんだ、それくらいの報酬当然だろう。宝箱だ、こいつをもらっていく。報酬は前払い制だ。レシピブック、鱗で盾を作るじゃねえ、鱗で作ろう。鱗といえば鱗の盾。ゲッ、違った、鱗の盾と鱗の鎧だ。寝れんのかな。あ、寝れねえか、もともとキャンプ場があるからね。この壺もちょっと報酬としてもらっていくぞ。小さな鱗、あ、そうか、これで鱗の鎧とか作るのか。じゃあこれは役立てさせてもらおう。あれ、キャンプしますかって。家事をする。両方作れる。小さな鱗、あ、鱗の鎧、あ、でも神装備できねえじゃん。鱗の鎧顔顔者で作ろう。川の鎧をすっ飛ばしてるからね、だいぶ防御力上がる。え、いっぱいある、叩くところが。あ、そうか、集中力がなくなると叩けなくなっちゃうから。うわ、なんか良かったのか悪かったのか。なんか難しいねこれ。なんかある程度運が必要じゃん。なんかその突然会心のさ叩きが出ても困るよね。これどうする、もう一回やっとく。飛び出してしまった。まあいいや、仕上げよう。ちょっと待って、右上叩こう。くわ、行き過ぎた。こういうの困るんだよね。集中力がもうないから鱗の盾作れなさそうだな。まあいいか、鎧だけで。集中力ってどうやったら復活するの。ちょっともう見てみよう。3か、難易度1。見るだけ見よう。叩かなければ多分大丈夫だよね。なんかもう入れちゃったけど、なんかダメっぽいな。やめるみたいなのねえし。あ、集中力60あるじゃん。温度鮮度ってどうなの。こっち、うわ微妙。17 12 16、もう一回叩く。11、右もう一回叩こう。13、行き過ぎた。アイテムの状況を確認する。ちょうどいい出来、
ちょっといいか。プラ1。よし、じゃあちょっとこれを装備していきますか。これさ、素材さえあればでもタダで手に入るってことでしょう。よくないか。金策に役立つな。キャンプをやめる。よし、進んでいこう。だいぶ強くなったな。まあ、多分あいつと戦わなきゃいけないからね。内側とかなんかある？ない。さて、じゃあ宝箱を開けに行きますか。あいつも一晩くらいあの宝箱の中にいたよね。もう寝てんじゃないか。キキキキキキキ、来たな来たな。これ中から外見えんだ。これでびっくりさせてやる。いくぞ。むんがい。くっ。おいおい、どうした？それで終わりか？もっとびっくりさせてくれよ。なんだと？生意気なやつらめ。なら今度はオイラの強さでビビらせてやる。いくぞ。戦闘の音楽は普通だ。一応作戦カミュ寝るかな。こいつ頼むぞ。普通に攻撃した。あ、ゾーン状態だった。そういえばギラ、おーやべ。ギラは最初脅威だよな。スリープだが寝た。これさ、ああそうだよ、叩くと目を覚ましちゃうよね。OK、すえ。ちょっともう一回食らったら回復させよう。で、こいつも回復してくるんだ。15の15、寝た。一気に行くぞ。あ、連携しまった。ゲーゾーンの効果切れちったよ。倒した。102。うわい、なんてこった。オイラの方がぶったまげた。ぶったまげたっていうか死ぬからね。おーいおーい、旅人さん方、戻ったか。まさかあんた、あのワンコロか。ふぅ、わっ、じゃない、おう、オラは木こりの満腹。あんたらのおかげで人間さは戻れた。だいや、ありがとうなんて言葉だけじゃオラの気が済まねえだよ。何かオラに手伝えることはねえか。手伝えることかなあ、あるぜ。あの魔物が壊しちまった橋を早いとこ修理してもらいたいんだ。それならお安い御用だべ。橋の修理さ終わるまでオラの小屋で休んでいくといいべや。ありがとな、キコリのおっさん。そんじゃお言葉に甘えるとするか。こいつ一人で仕事してんのか。いやいや、お待たせしてすまんかった。だ、壊れた橋はオラがバッチリ直したぞ。前の何倍も丈夫にしてやったべ。でもこれただ働きでしょ。あ、確かにね、この橋すげえな。下がすごい。もう仕事が早いじゃねえか。おかげで助かったぜ。
それにしてもそこの兄ちゃんが木の根に近づいたらオラが犬になるのが見えたってあの話だがよ、ありゃよく考えたら命の退治の導きに間違いねえべ。命の退治の導き？んが、退治の導きはオラが子供の頃から今は亡きじい様からよく聞かされてただ。世界の真ん中に浮いている大きな木、あれは命の大樹さいうもんだ。ああ、あの木ね。その葉っぱの一枚一枚に全ての生き物の命を宿し、世界の調和を保つと言われる神木だな。そしてこの森にある輝く木の根、あれは世界中に張り巡らされた大樹の根っこが顔を出したもんなんだ。そしてあの根は選ばれし者だけに大樹の意志を伝える。オラのじいさまはその不思議な奇跡を大樹の導き、そう呼んでいただ。ぬっ、オラがいくら根っこに話しかけても何も起きなかった。じいさまのほら話だと今の今まで忘れていたぐらいだべ。こいつのじいさんなんでそんなこと知ってんの？兄ちゃん、あんた命の大樹に愛されてんだな。髪の毛もサラサラだし、羨ましい限りだべ。ふん、勇者様は命の大樹に愛されし者ってわけか。まあいいや、さっさと行こうぜ。命の大樹に愛されし者。へえ、ここら辺はなんか物語やってれば勝手に入るからね。あれ、また商人がいる。あなたたちのおかげでやっとこちら側に渡ることができました。じゃあなんかよこせ。いや、ブーメランを買う気にはなれないね、もうさすがに。で、革の帽子飛ばそう。とんがり帽子か。4上がるのは結構でかいけどな。とりあえずこれでいっか。あれ、これなんだ、バブルスライムはわかるけど、このハットみたいなやつ、新しい敵か。ビッグハット一発で倒せ。で、火の息とかめんどくせえもん使ってくんな。そして一発じゃ倒せない。ちょっと一回大きい地図を見よう。一応ちょっとこっちさらっと探索してから行こう。敵を倒しながら。それなりに持ってるね。ちょっとこっち見るけど何にもない。あ、両方ともゾーンに入ってんね。新しい連携技使えるのかな。よっしゃ、3ポイント。あ、なんかあったよね。敵だバブルスライム。連携、シャドウアタックしかない。まだ技を覚えてないか。バブルスライム、どけしそう。まあそりゃそうだよね。痛い。結構食らうな。毒消しそう何個あったっけ。ちょっと毒になったら厄介だ。終わったな。リレミト、これはなんだ、火がついてるけど。あ、これはなんだ。あ、ビッグハットか。地面に埋もれてたからよくわかんなかった。あ、しまった。ガンガン行こうぜになってたか。獣の皮、
今のところマジックパワーは使わなくていいんで。なるほどな。これこれこれ、あ、いっぱいいる、いっぱいいるけど、ギラは1グループだからね。こういう時はバブルスラム20でも倒せないんだ、強え。今どうした、なんか盾でガードした。割とゾーンに入るな。さて何かないかな、こういう端っこの方に。ない、悲しい。あ、あそこに光っているものがある、あれを取りに行こう。こいつらを排除しつつ、なんかいっぱい降ってきた。勧誘のヒットポイントがちょっと半分までいかないけど半分くらいに減ってきたね。まあ、マジックパワーはそんなに使わないから基本ホイミ分でいいと思うんだよね。おととい来やがれ。このたまに判定が入らない時がある剣の、やるぞ。ちょっと厄介な。おわ、大丈夫か。30でもうピンチマークになってんな。ホイミをかけよう。ヒットポイント68の30で半分になると黄色くなるのかな。レッドベリー、あ、レッドベリーまた手に入れた。レシピはな、なるべく見過ごさないで取っていきたいけどね。でも街中のさ本棚とか全部調べるのは大変だよな。満月草、あれどっちだこれ。下からも上からも両方いける。じゃあ下から行ってみよう。ビッグハットがいっぱいいる。ビッグハットローガンよ、お前を倒す。このさ帽子どっから手に入れてんだこいつら。ちょっとこっちだけ見たい。ああ、いいね、綺麗な枝。こういうの地道に集めていくのがやっぱ錬金術への道だと思うんで、ちょっとこういう恥をね調べていった方がアイテム的にはありそうだけど。いきなり襲いかかってきた。対して効かない。俺たちの勝ちだ。この4ってさ誰に当たってんの。 A に当たってんのかな、4ダメージ。おととい来やがれ。あれこれはなんか、ああここから上に登れるよっていう。あ、なんかある、回収していこう。どっから取り出したの。銅の鉱石、漬物石、鉱石、これ採掘ポイントか。ネズミみたいなのがいる。宝箱、魔法の小瓶、あ、そういや魔法の小瓶持ってるから多少マジックパワー使ってっても大丈夫だね。てかまだ魔法系の仲間がいないから。さてこう出てきてちょっと一周だけしていこう。アイテムを回収しつつ、小さなとこビッグハットローガン倒して、あーギラ使ってみようかな、せっかくだから。1618か、そんなになんか強いって感じじゃないな。4体くらいいないとコスパが悪いね。2体だったら普通
通に神で攻撃して、自分で攻撃して、それでこと足りるもん。まあ普通にやってったらそんなに苦労はしないかな。やっぱ縛りプレイ、防具なしはきついよね。火ダメがめちゃくちゃ増えるから。火ダメが増えるってことは回復回数も増えるんで、薬草を大量に持ち歩いておかないと序盤はどう考えてもきついでしょう。ホイミだけだとマジックコア切れるからね。あと何の縛りがあったっけ、もう忘れちゃった。あれ俺どこに行くんだっけ、あそうだ神殿に行くんだ。あれこれどこ、あれこれここじゃん。へえ、ナプガーナ密林のこっち側に出てくるんだ。デルカコスタ地方はまだ行けないから、下の石の村に普通に行きますか。こいつらもうほっといていいや、弱いから、雑魚的だからね。てか馬どうなってんだろ、俺の馬。あれどっち、こっち。あスライムに当たってしまった。いっぱい出てきた。ギラ使うか、こういう時に。神いいね、モコッキーを攻撃してくれたか。スライム4匹一掃する。使わし客無駄だ。馬結局来んのかな、馬を鳴らす鐘が。なんかここら辺なかったっけ、あ先に行ったところにあるね。まあでもそれは帰りに鳴らすか。てかさ、なんかもうなかなか戻ってこれないぞみたいなこと言ったけど、割と速攻で戻ってきたな。器用さが上がると盗むの成功率が上がる。盗むはちょっと先に覚えておきたいね。割と平和だな。石の村、見ない顔だなとか言われてんだけど、えどういうこと。こっちにイベントマークが。こいつに話しかけてみよう。旅の方とは珍しい、この村には宿がない。親切なペルラさんなら家に泊めてくれるかもしれない。勝手に人の家案内すんじゃねえよ、このこのじいさん、じいさんっていうかあいつは。ミカミックスって子供に気をつけるんだよ。え子供、あの子は大のいたずら好きだからね。道具屋で派手にやらかした。子供、子供時代の村、なんかあれだね、上にアイテムがある。あれだけ回収しとこう。洞窟を越えるとなんか異世界的な千と千尋みたいな感じだな。あっちにもあんじゃん、綺麗な枝。こっちのアイテムも回収しとこう。裏方から行けるかな。あれこれどうやって行くんだ、これ壊しとこう。10ゴールド。あマジで上に行く方法が分かんねえ。こっちの、あこっちから行けんじゃん、よく見たら。そうだよ、ここ登ったもんね。だって風切りの羽、アイテムは一緒だ。ちょ自分の家に行ってみるか。おかえりなさい、お前の大好きなシチューがもうすぐ出来上がるよ。お腹が空いたでしょ、さ早くテーブルに。
んた誰なんだい。いやそれは見知らぬ人が入ってきたらそうなるよね。何言ってるんだい。うちの子はまだ6歳だよ。お前さん私をバカにしてるのかい。さとっとと出て行っておくれ。出ないと人を呼ぶよ。あざ見せればいいじゃん。このあざが目に入らぬか。こいつエマか。あの犬の名前はもう忘れた。これはあれかね、なんか襲撃されないために時間を戻したのかね。誰がそんなすげえ大魔導士がいるのか、この村には。スカーフ、木に引っかかってしまった。取ってあげますか。はい、今のうちに手をつけておこう。 ありがとうお兄ちゃん。私エマっていうの。お兄ちゃんは、うん、あ、わかったわ。お兄ちゃんあの子を探してるのね。あの子ならテオおじいちゃんのとこにいるはずだわ。こっちよ。あ、そうか、じいさんいるのか。昔だから。てか手おじいさんがそもそも何者かだよ。かなり信頼を得ているからね。だいぶ離れたところにいるな。この道沿いに行けばいいのかな。先へ行くぞ。あれは石型だ。ちゃんと来てる？エマちゃん。あ、来てるね。こっちか。あ、いた。はしご知らない。はしご喋ってる。エマのスカーフが木の上に飛ばされたんだ。それはもう俺が解決したよ。お前の出番はない。クソガキが。エマは俺のものだ。わかったわかった。待っておれ、今行くでな。うよ。はしごなら大丈夫よ。あのお兄ちゃんはスカーフを取ってくれたから。それでね、あのお兄ちゃん、あなたに会いに来たんだって。知ってる人？ううん、知らないよ。うん、あの青年はわしに用があるようじゃ。二人は向こうで遊んでなさい。はい。自分の力のなさを恨むんだな。さて、お前さんもあの子じゃな。こいつなんだ、マジですげえな。はい。そうじゃろうな。赤ん坊の頃から面倒を見てきたんじゃ。わしにはわかるわい。てか神どこに行ったの。そんな辛そうな顔をして一体何があったというんじゃ。わしに話してみなさい。残念だが今の世界にはお前はいない。死んでるんだ。それが悲しい。テオの言いつけを守って医師の村を出た後、自分の身に何が起きたのかテオに話した。お前のせいだテオ。お前がそんなこと言うから。どうやらお前さんはわしがいなくなった後の未来からやってきたようだな。頼りにしていたデルカダール王に裏切られたというか、辛い思いをさせてしまったの。そんなの今聞いたらさ、デルカダール王に裏切られるぞってあの子に伝えちゃうじゃん。デルカダロウが頼りにならないと分かった以上、お前さんには包み隠さず全てを伝えた方が良さそうじゃ。
だがこうして話してる時間はあまりなさそうじゃな。よいか、よく聞くんじゃぞ。村を出て東に向かったところに石の大滝があるじゃろ。戻ったらそこにある三角岩の前を掘ってみなさい。東にある石の大滝、そこの三角岩じゃぞ。しかし大きくなったの。これほど立派になったお前を見ることができ、わしは過保護者じゃ。いいかい、人を恨んじゃいけないよ。わしはお前のじいじで幸せじゃった。いや、そう言うよね。だってお前のせいだからお前のせいで今俺こうなってんだからさ。しかしそれも恨んではいけないというじいじの遺言。全ては幻か。あれ、どこ、大滝がどうちゃらこうちゃらって言ってたけどどこだかわかんねえ。石の村の真ん中にいるエマたちに会いに行こうって。滝に行くんじゃないの。え、今どうなってんの。じゃあ今なんとか将軍みたいな人が攻め込んできたんじゃないの。壺だけ割っていくか。11円もらっておこう。あのクソジジイのせいで俺はひどい目に遭ってる。こんな11円っていうはした金じゃ俺の心は癒されんぞ。役立たず。お兄ちゃん、さっきは俺を言いそびれちゃったけど、エマのスカーフ取ってくれてありがとう。またこの村に遊びに来てね。晩ご飯までもう少し遊ぼうよ。エマは何して遊びたい？それじゃあ、おじいちゃん。昔の俺はよく喋ってたんだな。いつしか心はすさみ、何も喋らなくなった。何ぼーっとしてんだ、大丈夫か。お前どこにいたの今まで。あ、破壊されてる。まったくひでえことをしやがれ。勇者を育てた村というだけでこの仕打ちか。お前を捕まえた後、デルカダールの兵士たちがやってきて焼き払ったんだろうな。そういや、お前がぼーっとしてる時、お前のあざと木に巻きついた根が光ってたが、また前みたいになんか見えたのか。へえ、不思議なもんだ。過去に遡って村の人やお前のじいさんに会ってきたとはな。お前にはきっとこの根を通じて過去を見る力が備わっているんだな。それじゃあ、じいさんの言葉を信じて石の大滝とやらに行ってみるか。石の大滝は村を出て東に向かったところなんだな。てか村人の安否は。辛いのはわかるが、ここにいても何も始まらない。行くぞ。あ、でも人がいる。いや、俺のせいじゃないよ。黙っとこう。私は旅の神父。ああ、旅の神父か。裁きの炎によって浄化した。教会を壊すのはためらわれた。
教会の奥にあるベッドで体を休めていくことができますよ。超やだ、こんなところで休めたくねえ。休まらねえだろそもそも。まあそんなわけで、じゃあお祈りをして、今回はここで終了したいと思います。次回は、その大滝の方ですね、向かっていきます。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。